皆さんこんにちは、こんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は、2022年4月6日から始まる、第80期名人戦、7番勝負、それぞれの日程と会場を紹介していくよ。念のため、先に断っておくが、会場になる施設の負担にならないようにするため、それぞれの電話番号は記載しない。その代わり、概要欄に各施設のホームページを記載しておくので、宿泊状況はそちらから確認してね。大盤解説は、地方自治体あるいは連盟が発表する傾向にあるため、名人戦、大盤解説、2022などの検索ワードでググってくれ。第1局は連盟のホームページで募集発表されていたね。連盟ホームページトップから、イベント情報が発表されているため、そちらでチェックしてくれよな。さあ、それでは日程を確認していこう。まずは開幕戦、第1局はこちら。開幕局は4月6日、7日、毎度おなじみ、東京都文京区のホテル椿山荘だ。藤田観光経営のラグジュアリークラスホテルで、都内にありながら、広い日本庭園を有しているわ。結婚式場として1952年に開業、以来、国際的ホテルとして人気を博しているぜ。名人戦ではおなじみの会場ね。開幕局ということで振り駒が行われる。大盤解説会は100名の先着、2022年4月4日現在、すでに満席だな。続いて第2局は4月の19、20日。石川県金沢市、西川温泉滝亭ね。金沢といえば食の町、4月中旬、旬の食材は、小松菜にほうれん草、山菜タケノコの山の幸、白魚ハタハタ、岩ガキなどの海の幸、陸海両方、美味しい食材が豊富だな。よだれが出ちゃいそうなラインナップね。もちろん温泉も良質で、西川のせせらぎに、庭内に流れる滝の音を聞きながら、ゆったりとくつろぐのもまたいいな。まさかあの滝止まりませんか？とはならないわよね。どんどん行こう。第3局は5月の7日、8日。福岡県福岡市、アゴーラ福岡、山の上ホテル&スパ。空港から30分で到着でき、市街地からも近い立地、静かな丘の上から夜景を楽しむ、そんな大人の宿。もちろん福岡も食通の街、海産物とお酒に舌鼓を打ちながら、締めにラーメンなんてのもどうだろう？水炊きにもつ鍋、他にも目移りしてしまいそうね。体重管理にも気をつけような。第3局は土日開催、じっくり見られるのも嬉しいね。ここまでは開催確定。第4局、山口県山口市、湯田温泉、名勝山水園。5月の19、20と夏の香りを感じるあたり、ハゲの金太郎は甘みを感じる肉質の魚、ハモ、アジなど、夏の魚が出始める頃、地元のお酒でしっとり味わいたいわね。自家源泉ゆえの 100% かけ流しのお湯も良さそうだ。自然の中で長い時間浸かる温泉、これ以上の贅沢はなかなかないよね。お次は5月28日、29日、大山康晴十五世名人の地元、岡山県倉敷市。瀬戸内海に面した穏やかな気候、名物の瀬戸大橋を眺めながら、ぶらぶら歩くのは気分がいいものね。町は白壁南に瀬戸内、こんなに粋な町並み、日本どこを探してもそうそうありはしないよな。夜は瀬戸内の、身の締まった魚を楽しもう。第6局は6月7日と8日、山梨県甲府市の時はホテル。1929年開業で、数々の著名人が利用しており、広く整った日本庭園に、高い天井で開放感がある空間、甲府の迎賓館と称される、格式の高さはさすがだ。番勝負では後半の開催に配置されることが多く、たびたび空振りになることもあるけれど、それはホテル側がうちは後半で構わない、とおっしゃっているから、リスクしかない後半をわざわざ選んでくれる心づくし、大変ありがたい存在だ。不開催はほぼ保証なしのキャンセル扱い。と聞けば、このご対応がどれだけのことかわかるかしら？機会があればぜひ宿泊してくれ。なお、6月の山梨は、スイートコーンやブルーベリー、トマトなど、農作物が旬で美味しいわよ。最終第7局は、将棋の町天童市、6月24、25日、天童ホテルで開催だ。泣いても笑っても最終局、
ここで決着がつきます。将棋の町天童でのクライマックス、舞台は完璧だ。客室からは奥羽山脈に蔵王を眺め、のどかな眺望を楽しめるわね。6月後半の山形といえばさくらんぼ。近くにはさくらんぼ農園が連なる、関山街道があり、ちょうどさくらんぼ狩りが楽しめるシーズンだ。岩垣にアスパラ、合算タケノコ、他にも美味しい食べ物がいっぱいよ。夜にホテルを抜け出して、目の前にあるのは豊横丁。好みの味を探すのも良さそうだ。ちなみに、ホテル前の三叉路、ジャパニーズフレーバーというお店がおすすめよ。岸野先生もたまにいらっしゃるので、運が良ければ鉢合うかもな。さて、半ば食べ物案内に終始した感もあったが、年度の始まり、そして将棋界の大舞台名人戦、その勝負の行方、心行くまで楽しみたいな。名人戦に関する思い出や、どちらを応援するかなど、コメント欄でご感想をお待ちしています。というわけでそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。ヨーツベをご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方は、いいね、フォローをお願いね。それではまた会う日まで、バイバイキン。